What's up YouTube? トランペットのリョウです。今日は今吹いたチェット・ベイカーの I've Never Been Loved Before のソロを使いつつ、メロディーをね、どうやって修飾していくかなんていうことをやっていきたいと思います。 Okay, let's get started。 まず I've Never Been Loved Before のメロディーを理解することが必要だと思うんですが、僕の中ではね、この I've never been loved before, I've never been loved before 一つのモチーフで成り立っていると思います。そのモチーフがバリエーションになって曲となっているイメージですね。じゃあそのモチーフ何かというと、こういう出だしのタダー、これがスケールで下がっていく、枯葉もと同じですね。モチーフになっていて、その音に対して修飾の音が入っている。ドラ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 、下の音から上がるときは上から修飾音が入って下に行って戻ってくる。ちょっと頭に入れておくとすごく分かりやすくなると思います。まず1小節目ですね。チェット・ベイカーこういう風に吹いてます。って吹いてますね。単純に見ると同じ音をリピートして上がっているっていうのが目に見えて取れるし聞こえると思うんですね。別にこれは3つの音でやってますけど、今トリプレットで、ね、2つでもいいし4つでも何でもいいと思うんですよ。リピートして動く。例えばそうですね、ステラバイスターライト、例えば同じのをこのタタタタっていうリピートするっていうのを使って吹くと、多分名前がついてると思うんですけど、僕はね、名前をつけてしまうとなんか理解したつもりになって理解してないことが結構多いと思うので、わざとこう名前を言わないで、なんかこうチェット・ベイカーを聞きつつ体に入れていくっていうのがいいと思いますね。ダラララララララですね、次のバー。そうするとこれとほとんど同じイメージなんですが、吹きたい音を吹いて上下に行って戻ってくるって吹いてるのをっていう風にやってるのが聞こえると思います。でこういうね、ちょっとしたものを取り出して自分でね練習してみるといいと思いますね。例えばこの場合ですと、スケールで、まあ、今 B フラット、コンサートの B フラットやってますので、それをスケールに当てはめてあげる。みたいな感じで、こう当てはめて練習するなんていうのも、僕はすごく有効だと思いますね。で、ここが、一つの音を吹いて上がって下がって戻ってくるっていうことですね。同じようにステラバイスターライトに当てはめると、ではの上にこの動詞っていうのがついてるんですが、その
下がる前に一個上の音にで戻ってくるっていう装飾の仕方をしていると思うんですね。もともとはっていうのを一個上の下がるときに一個上の音に行って戻ってくる。ような装飾の仕方をしていると思います。同じようにステロバイスターライトに当てはめてやってみますね。次のバー、そうするとダーラーラーで、これターゲットの音がこの音なんですが、この音に対してスケールの音で上下から挟んであげる。上下のターゲットの音に対して挟むことで収束していると思いますね。ステラバイスターライト。みたいになると思いますね、はい、で同じように同じ音を繰り返すっていうのが見えるし、ますね。まあここはね、基本的にはコードを、エクスキュートしますね。だからその音を出してその後にコードをアルペジオするみたいな感じで収束してるって考えるといいと思います。みたいにこうメロディーを吹いて自分でコードで伴奏してあげるっていうようなイメージだと僕は思いますね。ステラバイスターでやるとトゥールターゲットの音を入れるっていう感じのイメージだと思います。例えば、みたいになりますね。クリオード・ブラウンとは結構こういうオクターブのプレイスメントを使ったりします。で、まあここはこう一回トニックに行ってフラットセブンセブンに戻ってくるっていうような、いうようなフレーズですね。まあここはちょっともう少しね、理論的な詳しい説明がハーモニー的に詳しい説明が必要になってくるので今日は省きますね。ただこの初めの6小節の7小節を見る限り、これだけでね、本当にいろんなメロディーの装飾が行われているっていうのが分かると思います。で、本当にこういうのを一つ一つ取り出して自分のフレーズを作っていく、自分の
エクササイズみたいのを作っていくと、それが自分自身の語り口になっていくんじゃないでしょうか。でチェット・ベイカーはね、僕は天才だと思うので、まずこういうのを考えて、頭で考えて吹いているとはまず思わないんですね。なんで、まあ僕らみたいな人はやっぱそれをから学んで練習して使っていって、自然に出てくるまで練習するっていうのがやり方としてはいいんではないでしょうか。ちょっともう一回それを踏まえて吹いてみますね。そうすると、チェット・ベイカーのソロ全部歌えるので、ダダダダダリダダダダダダディドド、すごくね勉強になると思いますね。その歌がそのままソロになってるっていうのがチェット・ベイカーのこう天才的なところだと僕は思います。 OK, thank you for watching. 今日はチェット・ベイカーの I've Never Been There Before のソロからメロディーの修飾方法というものを見てみました。 Alright, hope you enjoy it and see you soon. Bye!